天神柏は皆さんの暮らしを守ります。今日本はようやく景気回復の軌道に入りましたけれども、まだ皆さんの給料が上がっていないと思います。もっと景気が持続的に成長しなければ給料が上がることにはなりません。それは今原発をほとんど止めてます。止めてるんで、火力発電のために油年間4兆円分産油国にお金を払わなければいけません。これは本来皆さんの給料を上げるために使われるお金ですが、4兆円産油国に行ってしまいます。したがって電気代も今 15% 上がって 99.3% の中小企業、これは日本の企業の 99.3% は中小企業です。ここの経営が大変苦しいんです。そこでなかなか賃上げに至らないんです。私はこの景気を持続的に成長させるために、この4月の消費税アップ、これをインパクトを緩和するために都民税の減税を行います。都民税の減税を行って、さらに公共事業をどんどん拡大をします。東京は今インフラが老朽化して、またオリンピックの準備をしなきゃいけないということで、やることがいろいろあります。トンネル、道路、橋、こういったものの耐震性を向上させる、また電線を地中に沈めて電柱をなくすとか、やることが多いです。環状7号線周辺は木造の建物が7割8割ということで、地震が来ると大きな火災が起こることが予測されます。ですからここも道幅を広げるとか、防火帯のようなものを作る必要があると思います。そういったことで公共事業をどんどん拡大をします。私は減税と公共事業で2兆円規模の景気刺激策を実施をします。これで景気を良くします。必ず景気良くなります。また子育て支援策を強化をします。これは子供を預けて働きたいというお母さんは預けられるように、預けるところを準備しますし、また家庭にいて専業主婦で子供を育てる奥さんも何らかの支援が得られるように、例えば子供が一人いればアパート、マンション、都営アパートとか家賃を安くします、3万円安くしますよとか、二人いればその倍安くしますよとかいうことで、子育てに経費ができるだけ負担がかからないような支援策を実施したいと思ってます。ありがとうござい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 ます。はい、はい、ありがとうございます。名前は D 君。ありがとうございます。本日は本当に寒い中、皆さん温かいご声援ありがとうございます。あと東京ではですね、今一人暮らしのお年寄りが多いんです。そしてこの孤独感に苛まれたり寂しかったり、また亡くなっても隣近所が、車まだ通ります。はい、一人暮らしのお年寄りが寂しさとか孤独感を感じたり、亡くなった時に周辺の人が1週間も10日も気がつかないというようなことがあっては、優しい街東京とは言えないんではないかと思います。ですから東京の一部には昔作ったアパート、マンションとかでお年寄りばっかりのマンションとかアパートがあります。また一部の町はそういうところがあります。で、私はそういうところはですね、家賃を安くしますから、若い人に一緒にそのアパートに入ってくれませんかと、マンション入ってくれませんかということで募集をしたいと思います。そして一つの団地を見れば、お年寄りもいる、若い人もいる、子どももいるというこの3世代が同居しているような町づくりをしたいというふうに思います。そうすればお互いに助け合うことができるのではないかと思います。おじいちゃん、おばあちゃんの生活の知恵が子どもたちに伝わります。
日本の素晴らしさとか伝統文化も子どもたちに伝わります。で、折しも今東京は地下直下型の地震がいつ来るかわからないという状況ですので、この災害対処訓練が必要なんです。ですから町内会で3世代がいて、そういった訓練をまあ2月とか3月に1回ぐらいやればですね、だんだんみんな顔見知りになります。ですから町内会とか自治会とか子ども会とか、あるいは昔の青年団、消防団、そういったグループが緩やかにできていくのではないかと私は思います。で、そういうものを作って、困った時は誰かが必ず助けてくれるという優しい町東京を作りたいというふうに思っています。昔の東京はそうだったんです。だから昔の東京を皆さん取り戻しましょう。で、安心して住めるようにしましょう。そう私は考えています。あと子どもの教育も力を入れます。子どもは学力を向上させ、日本人としての自信と誇りを持てるように正しい歴史教育をしなければいけないと思います。今まで日本の歴史教育は嘘ばっかり教えてきたんです。日本人として自信を失うような教育ばっかり、侵略戦争をした、南京大虐殺をした、慰安婦強制連行した、みんな嘘です。これみんな嘘、正しいことを教えなければいけません。そしてもう一つは道徳教育を徹底しなければいけません。人間は道徳教育を受けて初めて人格者になれるというふうに思います。日本人はまあ世界で見てもですね、まだまだモラルの高い民族です。それは武士の時代からずっと道徳教育が行われてきたからです。戦後これがだんだん軽視されるようなことになってきましたけれども、今後やっぱり東京都でも道徳教育を強化していきたいと思っています。したがって学力の向上、正しい歴史教育、道徳教育の強化、これを教育の根幹に据えて子どもたちを立派な 人格者として育てるということを目指して教育を推進したいというふうに思います。次に東京の治安テロ対策です。違法滞在の外国人は徹底的に取り締まります。また東京の一部には歌舞伎町とか北池袋とかですね、日本でありながら東京でありながら日本国民、東京都民が近づきにくいという場所があるわけです。こんな東京都民や日本国民が逆差別されるようなことがあってはいけないと思います。交番をどんどん作ってパトロールを強化をして、いつでも日本国民が自由に立ち入りができるようにしたいというふうに思っています。あと舛添さん、細川さん、宇都宮さん、こういった人たちに比べるとですね、私は本当にいい人です。で、大きな違いが3つあります。1つは靖国参拝の問題です。私は靖国神社に参拝をします。安倍総理の靖国参拝を支持をします。総理大臣が靖国参拝しないと自分の国を自分で守るという体制ができません。自分の国を自分で守る体制ができていないから尖閣で中国が出てきてあの牢敵を働くんです。自分の国を自分で守る体制を作れば中国があんな不法な行動はできなくなります。ですからその第一ステップ、靖国参拝なんです。靖国参拝をぜひともクリアしなければいけないと思います。